MLB ドジャース、オリオールズ、日本時間29日ロサンゼルス、ドジャース・スタジアム。ドジャースの大谷翔平、30、は本拠地のオリオールズ戦に1番、DH で出場。2点を追う3回の第2打席はヒットで出塁すると、レッツのタイムリーで2塁に進み、3塁への投塁を決めた。さらに T、ヘルナンデス、31、のスリーランでこの回で5、3と逆転に成功した。 大谷は40本塁打40盗塁を達成した24日のレーズ戦以来の4試合ぶりの盗塁となり、今季41個目。第1打席には3試合ぶりの42号先頭打者アーチを放ち、これで42本塁打41盗塁に。2戦連続のマルチアンダをマークした、史上6人目となる40の40を史上最速。 の126試合目で達成した大谷は25日には2試合連続となる41号ツーランを放った前日は2戦ぶりのマルチアンダ4打数2アンダでレーズ戦の支給の影響を感じさせず打率は10294に上昇この日は大谷と愛犬デコピンのボブルヘッドが配布され自身のイベント日に早速豪快弾と快速を見せスタジアムを沸かせた